皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。本日はトライワンダーのモールウォーターボトルバッグ、こちらをご紹介したいと思います。Amazon で2023年1月現在セール中なのかな、マイナス 11% と書いてあって790円、安いよね。はい。で、評価532件、星5個中4個という高評価の部類です。説明文としてはどこにある、これね、センデニールなんですね。センデニール、引き裂き防止ナイロンオックスフォードと書いてあります。トライワンダーっていうのはね、結構アウトドア商品出してるブランドさんらしいですよ。で、サバゲー用品もまあしっかりですね。で、重量が 120g、 色が、ブラック、カーキ、グリーンと書いてあります。で、あと応用と旅行、観光、登山、釣り、部活、狩りって書いてありますけど、まあこの辺はまあ何とでも言えるから。で、品質素材が高品質の素材を採用し、耐摩耗性と撥水性に優れ、丈夫で耐久性があります。そしてモールシステム、ベルトホルダー搭載なので、様々な幅のベルトバッグに装着することができる。で、メッシュボトム、通気性が良く、しかもおしゃれなメッシュ仕上げで内容物を水漏れから守ります。なるほど。はい。で、あとはポータブル性ということですね。はい。またモールですからね、私のね、厳しい評価が下るモール系ですからね、モールには厳しいですから。で、こういったビニール袋に入ってきました。トライワンダー、ご購入いただきまして誠にありがとうございます。もしお届け商品に何か問題がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。ああ、しっかりしてますね。はい。まあ、こういう簡易的なものなんですけど、で、中にはとりあえず現時点では500ミリのペットボトル入れるとこんな感じです。余裕です、全然余裕です。しっかり締めて、はい、全然余裕ですね。で、収納はできます。はい。そして、まあモールシステムはいいとして、ストラップと D リングはこれプラですね、樹脂製で、こっちは伸縮性はないですね。まあパラコードに変えちゃってもいいんですけどね。で、問題は、よく安いやつにある問題としては、これが取れちゃう、パチッとやった途端に取れちゃうとかいう問題があるので、そこら辺もね、これはでも耐久性、一回やって取れちゃうものもあるので、何回かね、皆さんもね、来たらパチ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 何回かやってみて、取れないのを確認してください。 2,3 回で取れちゃったってもあり得る話ですからね。で、テーブがメッシュ、これ私別にメッシュじゃなくても、この生地の方がね、丈夫だから、この生地で、まあいつものね、穴が開いてて、砂抜き、ほこり抜きの防止の方が良かったですね。メッシュだとこの分の耐久性落ちるので、どちらかというとこっちの生地の方が良かったかなっていう感じはします。はい。で、試しに今回これ買ったのはですね、まあ以前にご紹介したコンドルの、ここに今バッグがあるんですけどね、コンドルのね、これに装着しようかと思いまして、サバゲー用ではなく、どちらかというとアウトドア用ですね、今回は。はい。まあサバゲーにも使えるので、その辺は何とでもいけるのかなといったところです。ペットボトルはもちろん、あとは以前ご紹介したランタン、ジェントスさんのランタン、こちらが EX036D、余裕だ。でもここゴムなんですよ、この素材がゴムなので、ちょっと滑りは悪いんですけど、物自体はもちろん余裕で、全然余裕で入ります。はい。何もボトルって書いてあるから、ペットボトルだけ入れろってわけじゃないですからね。で、じゃあ太さとしては 1.5リットル、まあ絶対入らないですけど、太さとしてはどうなんでしょうってことで、ちょっと見てみましょうか。
あ、無理か。あ、あですね、いけなくないですね。こんだけ頭出るけど 1.5 リットルいけなくないですね。ただここですよね、ここの縫製が耐えられるのって 1.5 リットルって感じですよね。あとモール自体もかなりの負荷がかかるので、バッグが持っていかれるでしょうね、 1.5 リットル入れたらね。ただこれありだよね。入れ方としては、まあ走ってもそんなにね、スポスポ、ほら結構タイトなので、逆にいけるっちゃいけるかもしれないですね。で、ちょうど、サバゲーの方もいらっしゃるでしょうから、絶対やらないと思いますけど、絶対やらなくても一応やってみます。マガジンですね。入れると、すっぽりです。じゃあ、別のね、マガジン入れます。3本ぐらいはいけそうですね、マガジンね。で、ここ閉められますからね。別に、ここに入れちゃっても、ガチャガチャしちゃうから一本ずつ、なんか袋とかあると楽なんだけど。はい。では、私の、いつもの、メーカーさんからすると恐怖のね、恐怖のチェックの時間です。モール幅しっかりしてるかどうかチェックします。まあ、このボトルの、このモールに、ここに何かつけようとは思ってないんですが、一応チェックだけしてみます。まずはここ、38mm かな、だいたい 38mm がいい感じでしょうか。30、おっと、いい感じですね。ちょっと今斜めから見てるから、もうちょっとしっかり見たい。はい、30何mm。おい、うわ、すげえしっかりしてない？値段の割にめちゃくちゃしっかりしてない？だいたいこういうね、1000円しないやつってね、ぐっちゃぐちゃなんですよ。ただ、38、すんげえしっかりしてるこのメーカー。あれ？逆に怖くなってきた。で、30、あ、ちょっと狭いかな。けど、まあ、全然 OK のレベルでしょ。38、はい、OK ですね。ちょっと待って、これこのメーカーすげえいいかも。で、じゃあ引きの状態で、じゃあ今度はここがちゃんとまっすぐ来てるかどうかなんですけど、かなりまっすぐですよね、この縫い目。次の列もかなりまっすぐ。おお、しっかりしてるな、作りが。これコスパいいかもしれない。で、センデニールだしね、まっすぐですね。ここ若干曲がっちゃったかな、ここは。ここ若干曲がっちゃってね、一番上がね。まあでも、これは許容範囲かな。あれか、一番上だけ、斜め上に縫製されちゃってんだね。ここ惜しいですね。もうちょっとこの端っこが上に上がってれば、ぴったりだったのに、ほら。ここだけ斜め上にこう向かってるでしょ。ここ、ああ、もったいないですね。これさえなかったらって感じだったのに。じゃあ裏側ですが、これはまあ、2本しか使わないタイプなので、ここの幅は特に関係ないですね。ただ幅にしては結構狭いね、ここね。35ミリいかないぐらいですね、この一つの幅は。はい。ただここまたいで2つだから、別に全然これは問題ないと思う。問題はジャンパーホックの耐久性。で、このストラップに関しては、柔らかいです。かなり柔らかい。柔らかいとどうかっていうと、入れるときは、編み上げるときには、柔らかいとやりやすい。ただ、抜くときに、下をこう押すと、もうね、耐えらんないので、抜くときにやりにくい。じゃあ、コンドルさんのはどうかっていうと、これ硬いんですね。立つんですよ、こうやると。まあ、こいつ自体が軽いからってせいもあるんですけど、このぐらい硬いんですよ。に対して、このメーカーさんのは、こんなに柔らかい。この差ですよね。だからコンドルさんのは、編み込むときにすごく硬いからやりづらい。けど、こっちの方が、剛性とかね、しっかり耐久性はあるんですね。やっぱり、しっかりしたゴム板みたいなの入れてるからね。
ここら辺はやっぱりどうなんだろう、ここら辺はよしあしなんですが、でコンドルさんの、バッグ、今回は色味ですね、できればコンドルに近いオリーブドラブがいいなと思ったんですけど、どうですかね、ちょっとね色味違います。ハンディカム越しだとさほど分かんないかもしれませんが、ちょっと違うですよね。こっちの方がやっぱりグリーンに近い、こっちはね、あ、茶色に近いグリーンかな。ここら辺はごめんなさい、ちょっとまあどうしようもないんですけど、ちょっと色味違うんですよね。ここはちょっと合わせたかったかな。まあしょうがないよね、メーカーが違うから。こういう上着のやつが開いてないんですよ。でこれを2つ買ってもよかったんですけど、これ5,000〜6,000する高いやつなので、でまあこれとは別に簡単に取り出ししやすいやつってことでこちらをチョイスしてみました。はい、では2番目からかな、塗ってあんの。じゃあこっちも2番目からにしてみますか。いろいろひっついてるからもうやりにくいんですよね、ここに。こういった感じかな。ん？ 2 番目か。で、真ん中ですね。ま、編み込むのは今言った通りやりやすい。柔らかいからね、ストラップが。1個通したら、うん。で、こちら側を、わーっと狭いね。結構狭い。やっぱり。ここ。ここの幅がギリギリでしか確保できてないので、通すときにほんと狭い。これは余裕があまりにもないかな。まあ、問題はないんですけど、結構狭いなって今感じました。これもそう、ギリギリですね。かなりギリギリ。もうちょっとしっかり、そうですね。やっぱ38ミリ取ってもらった方が、規定通りね、やりやすいのかもしれない。で、まあ、変に、下手に引っ張られたりとかして、なんだこれっていう風にならなければ僕は OK なんですけどね、狭くても。ただ、やっぱりこういうものをすごく動画で取り扱ってると、うん、これ狭いとか、これ広いとか、すげえわかるんですよね、そういうのはすぐ。アラが見えてきちゃうってのかな。よくないよね、あんまりね。ほんとよくないよね、アラが見えてきちゃうのはね。で、こちら側を通して、ごめんなさい、今カメラに全然集中してなかった。こっちか。通して、で、こちら側を通して、これで OK かな、こことここは。こことここはね、合ってるので、隣り合わせになってるから、これで OK ですね。さあ、どういった感じですかね。このお尻に対してやっぱ出っ張ってもいけないし、引っ込みすぎててもおかしいし、ちょっとペットボトルでも中入れとくか。はい、こんな感じになり、あ、一番引きの状態か、こんな状態になってます。ちょっと重いのでね、向こう側行っちゃうんですよね、バックパックが。で、実際はですね、ペットボトルもそうなんですけど、直火 OK のボトルがありまして、今度ご紹介する予定のものなんですけど、アウトベアさんのね、直火 OK の 500ml スポット、余裕ですね。このワンサイズ上だともうちょっと出ちゃうんですよ。なのでここら辺がちょうどいい。ただ500だとね、ちょっと足んないよね、特に夏場。はい、こういった感じです。同じもの2つよりちょっと違ったものをね、こっちとは違ったものをつけると、まあ選択肢も広がるし、見た目もね、左右あまりにも一緒だとね、あんまり好きじゃないかなと思ったので、うん、かなり
お値段、これで1000円いかないんだったら絶対的にコスパいい。まあ、作りはちょっとっていう部分はあったけど、あと、色味もね、コンドルさんのものと合わせようっていう感じで言っちゃうと、ああ、ちょっと違ったかなと思うんですけど、全然買いですね。これは素敵なブランドさん、メーカーさんですね。まあ、当たり外れはどうかわかりませんが、私の買ったこの個体に関しては、ものすごくいいお買い物だったと思います。この値段だったので、一か八かでいいかと本当は思ってました。まあ、ダメでもこの値段だしなと思ったんですが、こういうモールとかの作りしっかり見てるとね、おー、しっかりいい仕事してんなっていうブランドさんですね。はい。といったことで、今回はトライワンダーのモールウォーターボトルバッグ、こちらをご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。